史上最高の日本人対決と銘打って行われる WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、試合開始まであと30分ほどになりました。チャンピオンの井岡一翔、ウォーミングアップを入念に行います。自分にとってはビッグマッチでも特別な相手でもない。残り長くないボクシング人生の中で、いかに自分と向き合って自分を高めていくか。負けて得たものがあったから4階級制覇を成し遂げることができた、そう語った井岡です。対するチャレンジャーの田中康生、自分のボクシング人生の分岐点、いい方にも悪い方にも転がる試合だと思う。負けたら大きな挫折を味わうことになるし、勝てば日本での評価も世界への道も開ける。ずっとこういうチャンスを待っていた。一発でつかめる男でありたいとチャレンジャーは語りました。イギリス大手ブックメーカーの勝敗予想では、田中が 1.6倍、井岡 2.3倍、田中有利という見立ての中で、果たして防衛か奪取か。この後ゴングです。まあ、ここで4階級王者の実力をしっかり分からせようかなと思います。俺はもっと先に行きたいのに、そこに井岡選手がいるから、ここで倒して次の世代が俺たちなのかなっていうのは思います。唯一無二を証明する伝説の男を超える。僕が現役である限りは、すごいやっぱ黒星をつけないといけないっていう使命感もあるので、世代交代ですね。直接戦ったら自分の方が強いと思います。世界4階級をめぐる空前の頂上対決。持ってるものベルト含めて全部奪いたいと思います。それは絶対にさせない。彼の時代は来ないですね。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、井岡一翔VS 田中康生。皆様にお伝えします。チャンピオン井岡一翔とチャレンジャー田中康生、4階級王者と3階級王者が史上初めて相まみえるビッグマッチ、試合開始のゴングを待ちます。この番組はグッドラックグッドライフ環境、フォルクスバーゲン、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。サンキュープレゼンツライフタイムボクシングファイツファイル、あらゆる本日のメインイベント、史上最高の日本人対決 WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12回戦を行います。赤いコーナー、115パウンドアンビションジム所属、ここまで25勝2敗14KO、日本最速で掴んだタイトル、そして2団体統一を果たした元 WBA、WBC 統一世界ミニマム級チャンピオン、日本最速で世界2階級制覇を達成、元 WBA 世界ライトフライ級チャンピオン、世界最速で3階級制覇を達成した元 WBA 世界フライ級チャンピオン、本日2度目の防衛戦、日本初の男子世界4階級制覇王者、WBO 世界スーパーフライ級チャンピオン、井岡一翔。時代を作ってきた井岡、2度目の王座防衛戦です。青コーナー指名挑戦者、 WBO 世界スーパーフライ級第1位、115パウンドのストロークボックス、赤田勝美所属、ここまで15戦全勝 9KO、 現在も塗り替えられていない日本最速記録、プロデビュー5戦で掴んだ世界タイトル、元 WBO 世界ミニマム級チャンピオン、日本最速8戦目で世界2階級制覇を達成、元 WBO 世界ライトフライ級チャンピオン、そして世界最速記録、プロ12戦目で3階級制覇を達成した元 WBO 世界フライ級チャンピオン、本日世界最速での世界4階級制覇に挑むドリームボーイ、田中康生。時代を担う田中、勝てばオスカー
WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ 52.1kg 以下の12ラウンド固くグローブを合わせました。チャンピオン井岡、チャレンジャーの田中、時代に刻まれるゴング、時代を作った井岡と時代を担う田中の激突です。まず右の強いパンチはチャレンジャーの田中恒成です。肘に寄っていくチャレンジャー田中、共に黒いグローブ、左のジャブかわしている、当たった、一つジャブが当たりました。田中恒成です。チャンピオンがジャブを一つ返しています。解説は元世界チャンピオンのお三方、内藤大輔さん、内山隆さん、山中伸介さん、リポーターはチャンピオンの井岡陣営が杉山アナウンサー、チャレンジャー田中陣営が赤荻アナウンサー、実況移動です。左から当たった、井岡のパンチがチャレンジャーを捉えています。田中、序盤からグーグーいきますね。はい、戦前の見立てでは内山さん、はい、やはりこのチャレンジャーがプレッシャーをかけていくという見立てもありましたが、まあそうですね、僕にはそれは田中選手が最初からこうグイグイいくかなっていうのはそうしたんですけども、はい、いきなり結構右ストレート強く打っていきましたね。そうですね、ジャブが当たったのはチャンピオンです。細かいジャブ2つはチャレンジャー、バックステップでかわしている井岡です。田中スピード速いですね、ジャブ、はい、山中さん、はい、このハンドスピードの速さというのがチャレンジャー、はい、画面右の強さでもあると思いますが、はい、まあ、このハンドスピードはすごく速かったんですけど、まあ、1ラウンド前からどれだけ田中選手が、距離を自分の距離にしていけるかというのを注目してましたけど、距離感は合ってるんじゃないですかね。だからこそ自分からこういけると思いますね。やはりその距離感をつかめるまではなかなか自分からいけませんか、山中さん。そうですね、なかなか距離感が合わないと手数も出ないんで、うん、これだけ出てるってことはいい距離だなと思いますね。そうですか。しかし井岡の表情は冷静、ジャブが当たったのは井岡です。そしてバックステップ、内藤さん、はい、この井岡の持ち味は前後の動きと、そしてこのジャブ、これまでの世界戦でも見せてきました。そうですね、それとガードの高さですね。田中選手と比べると明らかに井岡選手の方がガード 高いですよね。顔に近いところにグローブがあるのがチャンピオンの井岡、少し田中は逆に下がっています。右アッパーから右フックはガードしていました井岡。田中は調子良さそうですね、すごく。はい、内山さん、左ジャブが一つ当たったの井岡です。この階級スーパーフライ級 51.1kg、 一つ下の階級 50.8kg フライ級から減量区から解放されたのが田中ですね。まあでもね、やっぱその体の大きさでいうと、はい、田中選手もともとクレームが割と大きいので、回転を上げたからってそんな風になることはないと思うんですよね。逆に持っているパワーを生かすことができそうな、そんな田中と言っていいでしょうか。はい、井岡もまだ序盤落ち着きながら相手のパンチをしっかり見極めようとしてますね。そうですか。井岡選手も見ているところではありますけど、1ラウンドの中盤から、いいタイミングのジャブパンチを出せていますね。はい、1ラウンド序盤から中盤は田中が前に出ました。プレッシャー、逆に今度は井岡が左フック、残り10秒、あっという間の1ラウンド、3分間インターバルは1分の12ラウンドで争われます。パンチをステップでかわしているチャンピオンの井岡、2人の1ラウンド目が終わりました。ワンツーチャレンジャーのパンチ、しかしスリッピングアウェイ気味、顔を横に動かしながらダメージを逃していったというようなチャンピオン井岡でした。第2ラウンドの3分間が始まりました。共に黒いグローブです。グレーのトランクスがチャンピオンの井岡、髪を編み込んでコーンローヘア、一方のチャレンジャーの田中は髪を刈り上げて金髪に染めています。2度目の王座防衛戦の井岡と初めてのスーパーフライ級、それが世界戦というチャレンジャーの田中です。しかしすごい緊張感の、ね、ある戦いですね、これは。はい、内藤さん、その緊張感を生んでいるのはどういう部分でしょうか。ミモリーから右アッパー、井岡です。田中のこのスピード、はい、それをじっくり見る井岡、すごい速い、ね、パンチを繰り出して、あとチャンピオン井岡選手、あとね、カウンターも狙ってるんじゃないかなという気もしてね。今カウンター打った井岡でした。ジャブが2つ当たったのはチャレンジャー、3つ目。田中選手はスピード速いですね。はい、もともと田中は25歳、まだ若さ勢いがあります。スピードとパワーが武器、一方31歳の井岡、キャリアと経験、そしてディフェンス能力が武器と見られています。
ですから内山さん、はい、攻撃の田中と防御の井岡と見てもいいかもしれませんが、そうですね、まあ、ただ井岡はあの中に入った時に接近戦が非常に強いので、はい、やっぱそこでいかに中に入っていくことを今を考えながらやってる感じがしますけどね。井岡は今下がってはいますが、バイツ中に入っていこうとしてるんです。しました。左をもらったのは井岡です。早いですね。田中早いです。共に 58キロリミットで右フックまで当たったのは井岡です。この距離であれば井岡選手結構手数ではやっぱり出るんですけど、この距離というのは山田さん、やっぱりこのジャブで差し合ってる距離って少しやっぱり田中選手も出入り早いんで、はい、少し遠くて手数がちょっと出ないっていうのはあるんですけど、田中選手来て少し距離が縮まれば井岡選手もいい攻撃出ますよね。となるとこうして離れていると田中の踏み込みとハンドスピード、うん、そしてこの距離になると井岡のこのジャブと今上がってましたジャブです。やっぱり接近戦になったら井岡スムーズに手が出るんで、はい、左ジャブ今度は田中が当たっています。中間距離やっぱ田中選手必要ですね、はい、右アッパーがありましたがグローブでガード、左フックのチャンピオンです。右ストレートが当たったチャンピオン、左ジャブ、レベルの高い戦いですね、本当に。無駄なパンチ、左が当たった、カウンターを狙っていたのは田中でした。目にも止まらぬパンチのスピード、それはもちろん井岡にもあります。そしてこのスピード、田中のスピードに合わせて内山さん、カウンターを今も狙っている田中、うん、この井岡ですね。井岡狙ってますね、はい、潜り込んでいく1割はね、すごく狙ってますよね。第2ラウンド終わっています。3階級を制覇したチャレンジャー田中康生のジャブ、そしてワンツー、初めてのスーパーフライ級ですが、このパワー感じさせるようなパンチです。一方の井岡はこのスーパーフライ級で2年3ヶ月4試合を行っています。井岡と田中、先に井岡が立ち上がって第3ラウンドを迎えます。踏み込んでフェイントを見せたのはチャンピオンです。プロキャリアは井岡が27戦、世界戦はこれが19試合目、田中はプロ15戦、世界戦はこれが10試合目です。この WBO 世界タイトルマッチのルールです。レフリーが試合続行不可能と判断しない限り、何度ダウンしてもノックアウトにはなりません。途中採点の効果はありません。グローブは井岡がアメリカ製、田中が日本製、いずれも8オンスです。偶然のバッティングによって試合続行不可能な場合は4ラウンドまではドロー、ですからドローとなれば引き分けの井岡の防衛、それ以降は採点による判定です。ジャッジが3人です。菊池雄二、池原信人、村瀬正和、そのジャッジ3人がいかにダメージを与えたか、いかに手数を出したか、いかに攻撃につながる防御をしたか、いかに試合をしたか、試合を支配したか、この4つの観点で10対9とポイントを極めていく。第3ラウンド1分が経過しました。こう3ラウンド目に入ってから井岡君の距離が、少し間出しましたよね、はい、うん、伊藤さん、はい、チャンピオンの井岡サイドです。そのあたり距離に関しては陣営は中途半端な距離にならないように後ろ側にしっかりとサイドに動いていこうと言っています。特にディフェンスのここまで指示が非常に多い印象を受けています。チャンピオンサイドは井岡、杉山アナウンサーです。伊藤さん、はい、一方挑戦者の田中さんですけれども、こちらはですね、オフェンス面ではちょっと素直すぎるから散らしていこうという指示ですね。そしてディフェンス面では右のクロスに気をつけようという指示です。右のクロスですから、田中が左を出した時のカウンター、それに合わせるパンチに注意という田中陣営、赤荻アナウンサーです。なんか井岡選手の対応力というのは強いものがありますから。ああ、そうですね。どん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 スピードにも慣れて、カウンターなりいいパンチが飛んでくると思うんで、そこは警戒しないといけないですね。山中さんもゴッドレフト、その目にも止まらぬ左のストレートワンツーで数々の KO を築いてきました。やっぱりボクサーというのはリング上でスピードにも慣れるものなんですか。そうですね、そういったの特に植木選手はそういうところを優れていますので、どうしたら当たるかというのを何も常に考えて戦っていると思いますね、はい。ここ最近の試合は前半やっぱり相手の方がやりづらくてポイント取られて、中盤からもう距離とかいろいろ掴んで逆に追い返すっていうパターンがよく持ち味もありますから、
序盤に取られてもすごい戦略が上手いので。なるほど、はい、去年の JBL シントロ戦でも井岡は序盤の4ラウンドジャッジ3人のうち2人はフルマークをつけていたくらい序盤を取られました。右ストレートチャレンジャーです。今の方ヨーストレート、いいパンチが10秒切ったところで当たってチャレンジャーがこのラウンドポイントを取りに行く、そんな終盤でした。WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ、ゲストの千原ジュニアさん、ここまでいかがですか。いや田中選手早いなと思うんですけど、それに順応してだんだん井岡選手がその田中選手の長所を抑え込むといういつもの感じになってきましたね。ジュニアさんから見てもやはりこの田中選手のスピードというのは目立ちますか。めちゃめちゃ早いですね。一方の井岡のこの対応力、ジュニアさん、やはりこの井岡の武器という部分でもありますか。本当にこの相手の長所を消し去るうまさというか、そのあたりがジュニアさん注目。どこのあたりで井岡が出てくるか、右を当てました。銀のトランクスが井岡です。黒のトランクスが井岡です。井岡出てきますよ。伊藤さん、はい、先ほどのラウンドの最後に田中の右のパンチが当たりましたが、井岡が珍しくラウンド間ですね、目をぎょっとつぶるような仕草を見せました。左目の下あたりが少し腫れています。ああそうですか。山中さん、はい、いいパンチが田中は当たりましたが、チャンスのダメージがどうだったんですね。そうですね、井岡選手としても、いい距離で戦えているというのがあるんですけど、やっぱり田中ストレート、パンチが入るというチャンピオンで、想像以上のスピードなのかもしれません。これは井岡選手も思っていると思いますね、はい、今上と見せかけたボディでした。田中スリッピングアウェイ、ダメージを逃している田中です。でも井岡がね、じわ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 とこうプレッシャーかけてますよね。プレッシャーかけてますか。ガード低いんですけど、意外ともらわないですね。レフィリー、ソミヤ、道明が2人を受けました。頭で行くなという話してますね。右ショート、井岡、見るようになった。やりましたよ。中に潜り込もうという井岡です。入れさせない田中、そんな風にも見えます。接近戦得意という井岡ですが、ただまだここでは中には入りきらないんですか。まだね、今たプレッシャーを徐々に強めていってるんで、ラウンドごとに、はい、うん、このラウンドから少しずつちょっと強くなってますよね。まだちょっと中盤にかけてからさらにちょっと面白くなりますね。左相打ちで追っていた。お互いボディ打ちもうまいし、うん、アッパー系もうまいので、本当に接近戦の紙一重ですよね。鼻から出血、頭を振っているのがチャンピオンです。カウンタージャブ2つ届いた。下手に手を出せないんですよ、カウンターが返ってくるから。お互い右当たったのは井岡でした。12ラウンドのうち序盤の4ラウンドまで終わっています。WBO タイトルマッチは途中採点の公開はありませんが、放送席で10対9とポイントを振り分けている内山さん、山中さん、山中さんはここまでどう見てますか。いや本当にお互い、差のない戦いですね。なかなかこうは見ていない、差のない戦いですね。内山さんどう見てますか。若干田中選手が前半遠ざかなというのがありますね。そうですか。本当にもう大丈夫です。第5ラウンドが始まりました。中盤です。 52.1kg リミット、47.6kg のミニマンから 48.9kg のライトフライ、 50.8kg のフライ級、そして迎えた 52.1kg スーパーフライ級です。上下にジャブを2つとチャンピオンです。また4ラウンドまでとは動きを変えてきたのは井岡、そんな風にも見えます。カウンターフライ級、田中です。うまいな今の、まあ、ショートね、簡単に、ね、あのタイミング、あのスピードで飛んでくるんで、なかなか入り
切れないですよね、うん、自分から中距離に入ろうって思ってた接近戦に行こうって、ね、下手に手を出すとカウンターもらうからね、出せないんですよね。それはチャンピオンが井岡君、どっちもですよ、どちらもジャブ相打ち、ジリオル井岡ジャブで突き返す、距離を取る田中、ジャブを当て返すチャンピオン、どっちも当たってる、ジャブだけのパンチですが、この攻防ショートアップから左フック、こんなに接近で殴り合いするに当たらないっていうのは不思議ですよね。そうですね、グローブでガード、あるいはボディの動き、顔の動きで外している左フックから当たった井岡、もらってしまうという内藤さんの解説。シリオカは本当にガードを落とさないですね、ギュッと締めて、本当にシリオカは12ラウンドこれができるんですよ、はい、ショートの右、こういったパンチも不意ですね、いいですね、このフックも効果的ですよね。くっついてる時に田中選手の左手がちょっと下に下がるんですよね、そのシリオカは右ストレートを横からちょこちょこ狙ってるんですよ、ね、リーチがね、短いからね、田中選手は体格はほとんど同じです。身長は164センチ。まあ、そんなにあの距離が決まってないということもあるんですけど、特にボディーブローというのはやっぱりこれだけ速い攻撃力であれば出しづらいというのは難しいですね。そうなるんですか。やっぱり怖さもあるでしょうし、もう少し詰まってからですね。ボディーを打つということはやはり顔面のガードが下がってしまうという。うん、開けてしまうと相手のパンチが飛んでくる。となると一つやはりボディもポイントが。バックステップからチャンピオンです。田中は鼻から出血や右手。ジャブのカウンター。チャンピオン。キダ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 。ストレートではなく。これは。ショートアップは井岡。右ストレートから強烈なパンチでした。笑っているチャレンジャー、うなずいたチャンピオン、さあこの第6ラウンド、まずは内藤さん、序盤の動きですね。そうですね、さあここでこう開き直る、直れるか、ここであと一気に攻めれるか、どうなるか、山中さん、いくべきでしょうか、はい、チャレンジャーは。いや、そんな引きずった様子はないんですけどね、ダメージを、はい、と思いますけど、まともにダウンしましたよね、もらって、はい、伊藤さん、その挑戦者、ダウンを喫した田中選手ですけれども、戻ってきて、コーナーに戻ってきて、第一声がもう倒すしかねえと言いましたね、そしてトレーナーからですね、もうこんなことこれまでも何回もあったんだから、ひっくり返せ、アッパーで倒してこいという指示でした。ジャブからいろんなパンチャーだと思います。散らし方が素晴らしいですね。散らし方、うん、横に動くチャンピオン、先生、足を止めちゃいけないですよね、ここで ね悪い開き直りはダメですから。伊藤さん、はい、井岡としてはこのラウンド雑に入るなという指示を持って送り出されています。はい、雑に入るなという指示は杉山アナウンサー、井岡陣営、その雑さというのは山中さん、はい、いられますか、井岡に。まあ、警戒はもちろんしているでしょうけど、はい、チャンスと思い入りすぎたときにやっぱり一発かけていいタイミングで飛んできますからね、うん、そこは絶対に気をつけないといけないですよね。内山さん、逆に倒すしかないというこの田中陣営、はい、まだ6ラウンドですけれど、そうですね、まあ、どういう考えで、ね、そういうふうになったのか、やっぱり強気になっているのか、ね、このラウンド、ヨガパンチを当ててブロックもしっかりしますね。ファイター、ヒカリちゃんでした。このラウンドも特に井岡選手、自分の出したいタイミングで出して当てれていますよね、パンチも。そうですか。良くなってきましたね。相手のペースでないですか。ジャブのね、命中率がすごい。いやー、2度目のダイブ、これもカウンター、井岡のカウンターがチャレンジャーを捉えました。あれ、パンチは当てますね、井岡選手は。まだ1分2分、1分あるよ、1分。さあ、どうなる。井岡どうする、倒しに行く。フックがね、井岡のコンパクトで、そうですね、合ってますから、ガードを固めたチャレンジャー、
してないでしょ、左手に井岡は。先ほどは悪い方の左手折りになったという内藤さんでした。ただその左手を持って投げ込んで消えた。ちょっと今出ましたね。田中が行く。ダウンを奪えるか。有明ラウンド、試合の半分が終わりました。第6ラウンド、カウンターの左フック、どうだと言わんばかりのチャンピオン。あ、息子さん、マナト君も観戦に訪れています。家族ができて自分にとってメリットは少ないかもしれないけれど、ここでやらなきゃ男じゃないと井岡は言いました。そして田中は人生の分岐点といったビッグマッチ。第7ラウンド、試合の後半が始まりました。ポイントで見ればダウンを喫した瞬間10対8というポイント差がつきます。2度そのダウンを喫している田中康生です。そうですね、田中選手も打てるしかないですからね。前へ出るのがカードしているようか。狙ってると思いますよ。内藤さん、どちらが何を狙ってますか。井岡選手がまたカウンターを、田中選手が出てくるのが分かってる、ね、分かってることですからね。狙ってると思いますよ、これまた。ワンツーガードしていた井岡です。山中さん、はい、やはりそのポイント差というところを考えても、まだ7ラウンドですが、はい、ダメージも含めて田中は出てくると。そうですね、やはり2度ダウンしたということもあり、田中選手出てくる、出てきますけど、それを、また切り替えて簡単に切り替える能力も井岡選手あるんで、はい、リアルには入れないですね。しかしギリギリの距離に立っている、そんな風にも見える井岡です。そうですね、ギリギリの距離ですね。でもちゃんと避けてます。ギリギリでかわしてギリギリ当てていきます。はい、井岡サイドとしてはサラストレーナーがあくまでもサイドに動く、前に行くんじゃないとしきりに言っていますね。さらには変化をもっとつけて上下打ち分けていこうと言っています。少しですけど余裕が出てきましたよね。井岡にですか。内藤さんはどうでしょう、この田中の動きの変化などは気づく部分ありますか。変化というか、まあ、やっぱり出てはきましたね。前には出ています。これダウンこんなに取られてなかったらここまで出て出ないですからね。そうですか、はい、やはりそのあたり、やりもり2つ、こういう風にですね、ディオからディフェンスが上手いですよ。本当に右手を下げないよか、ディフェンスの差がやっぱり出てきてましたね、この番号。そうですね、やっぱ右手が下がりませんよか。どうしても打つときに開いてしまいます。怖い距離コミという井岡、向かっていくチャレンジャー田中、いいボディ打ちますね。ロボディングは本当に強いんで、アッパーの田中選手も、近い距離。やっぱ井岡の方にちょっと余裕ができてるなっていう感じはありますね、第2回だと思って。ただまたダウンを取り返せば田中も10対8、逆転に向けた道筋も見えてきます。プロ15戦9ノックアウト、ここまで無敗の田中康生、最強のチャレンジャー。まだそのハンドスピードの速さありますね。でも反応してますもん、反応の速さもある。はい、右スイッチした、スイッチしました。やらない方がいいと思う。やらない方がいいですか。うん、いいと思う。第7ラウンドが終わっています。ここまではグッドラックグッドライフ三強、フォルクスワーゲン、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。両選手に拍手が送られます。大きな声の声援は送りません。2057人、観客を制限して行われている WBO 世界スーパーフライ級タイトルマッチ12ラウンド、第8ラウンドです。解説は元世界チャンピオンのお三方、内藤大輔さん、内山隆さん、山中慎介さんでお伝えしています。ジャブを2つ打ったのはチャンピオン井岡です。少し静かな第8ラウンド、出してないですね。井岡生きてますね、ちゃんと。こうやって見られる時間が長いとやっぱり
井岡選手の、パンいいタイミングのパンチっていうのは、もらいやすくなるので、こういうふうに攻めていくべきですかね。新しく山中さん、この田中はパンチを打って出るべきなんですか。ですね、下は本当にあの左アッパーっていうのは強烈な方があるんで、それで上下つなげていけば、いいと思いますけどね。押し返すのは井岡です。25歳の田中、31歳の井岡、右ストレートまで。世代交代という言葉も使った田中康生、あえてそうした強い言葉を使うことで自分にもプレッシャーをかけてきました。一方の井岡は世界王座多団体との統一戦へ見据えているものは変わりません。田中に勢いが、これだけのダメージを受けた田中康生は初めてです。初めて見ましたね。ダウンもありましたけどね、このダメージも、後半やっぱりだいぶもらってたね、これ。そうですね、ダウンが、ね、前半ダウンがなければ止めてないんですけど、ダウンがあったからこそ止めましたね。レフェリーの染谷さんも選手を無事に家族の元へ帰らせることが仕事ですと。ですから内藤さん、懸命の判断と。あ、しょうがないですね、今は。あ、2人が抱き合いました。ありがとう。いや、これですよね、こいつもしっくりですね、素晴らしい。いや、しかし井岡強いですね。そうですね、なんかね、数戦戦うためにやっぱ強くなってますね。試合後の選手同士がここまで言葉を交わす世界タイトルマッチもかつてありませんでした。素晴らしい光景ですね。田中康生もチャンピオンへの感謝、チャンピオンもチャレンジャーへの感謝。まだ世代交代はならなかった井岡は、彼のボクシング人生のいい壁になりたいと言いました。その壁となって井岡の存在を証明しました。そして田中がまたここからどう這い上がってくるか。内藤さん、はい、そういう部分でしょうね。そうですね、まだ若いですし、それからまだまだやり直しも聞きますからね、頑張ってほしいですね。内山さん、山中さんも負けを知っているお二人だと思います。はい、この負けが、やっぱりこう今回の3点はやっぱりこう、もちろん井岡選手の強さもあったんですけど、やっぱちょっとしたディフェンスの差とか、そういったところが出ましたね。まだまだ田中選手、これから強くなると思います。そうですか、山中さんは。はい、まあ、井岡選手の2敗というのは全体に強くさせてる敗戦やったんで、まださらに強くなったというのもありますし、スピードに対しても全対応してポイントをダウンを取ってこう勝ち切れるっていうのは本当に自力がありますよね。強いです。令和2年の大晦日、再び井岡の腰に WBO のえんじのチャンピオンベルトが返ってきました。最強のチャレンジャーを迎えた、3階級王者を迎えた井岡が4階級チャンピオンの意地を見せつけました。ではインタビューです。見事に最強の挑戦者をテクニカルナックアウトで破りました井岡一翔選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今の思いを教えてください。今の思いを聞かせてください。そうですね、この試合が大晦日に決まってからは、ボクシング関係者の皆さん、両陣営の皆さん、田中選手、そしてスポンサーの方々のおかげで、こういうコロナ禍の状況の中、この試合が無事に開催できたことを、まずは皆さんにお礼を言いたいです。ありがとうございます。その大晦日で全勝、そして勝てば4階級制覇というその田中選手を破った、その思いいかがでしょうか。そうですね、僕からしたら全然サプライズな試合ではないんですけど、まあ、言ってきた通り格の違いを見せるって言い続けてきたので、男として口だけで終わるわけではいかないので、こうしてまた結果で証明できたことをすごく良かったなと思いますし、まあ、でも田中選手は
僕はね、もうあとどれぐらいボクシングを続けてるかわからないですけど、彼はまだまだこれからの選手なんで、必ず彼がボクシング界今後引っ張ってくれると思うので、まあ、そういう選手と今日こうして拳を交えることができて、僕もすごくいい経験になりました。今年はこれまでと違ってコロナ禍の2020年、井岡選手を支えたもの、そしてコロナ禍の中でも会場に集まった皆さん、そしてテレビをご覧の皆さんがいらっしゃいます。今の思いをぜひ聞かせてください。そうですね、まずこのコロナ感染拡大が全然目処が立たない中、こうして会場に足を運んでくださった、ボクシングファンの皆様、本当にありがとうございます。そして今格闘技がね、すごく日本でもただあの他の格闘技も盛り上がっていて、いろいろやってるんですけど、こうしてボクシングというものの魅力を僕は伝えられたらいいなと思ってるので、今日、ね、田中選手がいてこの試合になり立ちましたけど、これが This is ボクシングだと思うので、これからもそういう試合をしていきたいと思ってます。これだけの大歓声です。最後に一言お願いします。そうですね、あの言い残すことをあまり結構喋ってないんですけど、まあ、これからまだね、来年こうどうなっていくかわからないですけど、期待してくださってる皆さんにの期待を応えるっていうのが僕の今のもやっていく中での一つの気持ちですし、その中で家族の支えがあって息子がいて、まあ、これからそういう方たちと同じ景色を共有できるように共感できるように頑張っていきます。今日は本当にありがとうございました。最強の挑戦者を見事跳ね返しました。井岡一翔選手でした。ありがとうございました。この後 KO ラウンドを振り返ります。一瞬も目が離せない試合でした。井岡選手の勝利でした。ジュニアさん、いかがですか。素晴らしい試合でしたね。いや、2つダウン取られてからのあの田中選手のあのメンタルもすごいですけど、そうですね、3発とも左で、はい、すごい試合でした。さて、この後チャンピオンにこのスタジオにお越しいただきます。さて、ここで2度目のタイトル防衛を果たしました井岡一翔選手にお越しいただきました。お疲れどうもありがとうございます。ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。すごかったね。ありがとうございます。最初どうなんですか、対峙した時。やっぱり田中選手早かったじゃないですか。まあ、速さは、まあ、やる前から分かってたんですけど、まあ、手合わせた瞬間からさすがの実力だなと思いましたね。どのあたりからこう修正していってダウンの方に道筋をつけていったんでしょうか。いや、もうダウンはタイミングで狙ったパンチでも何でもないんですけど、まあ、でも戦ってる中で、まあ、戦略通りというか組み立てがしっかり田中選手に合わせた戦い方じゃなくて、自分のしっかり戦い方を意識しながら戦った結果、ああいう結果になったと思います。こっちから見てると1ラウンド2ラウンドはもしかしたらジャッジによっては向こうに取られてるかなっていう感じもあったんですけど、そうですね、思ったより右のパンチが伸びてきたり、まあ、今だから言うんですけど、2ラウンドで左の目がちょっとダブって見えなくて、この辺ちょっとやばいなと思って、まあ、でも気持ちね、電話かけたらもう終わりだと思ったんで、もうずっと田中君がダブった状態でしたけど、もう見えない状況ながらやってました。その中であの左フックっていうのもずっと練習されてた。まあ、一つの僕の得意のパンチでもあったんですけど、はい、まあ、うまくタイミングが変わりました。井岡選手、珍しく私リングサイドにいて、はい、ギュッと目をつぶってラウンドを終えて帰ってきたシーンが非常に印象的だったんですか。あのシーンが多分そこの時が目が多分ちょっと見えなかったですね。そうですか、はい、ただカウンタージュニアさん、見事でした。いや本当にね、まあ、井岡選手のボクシングって本当にこう教科書って言われるぐらい美しいボクシングですけど、今回もこれはいろんなボクサーの教科書をまた書き上げましたね。そうですかね。でも、まあ、そうやって言ってもらったり、そういう風にしてもらえたら嬉しいですけどね。これだけガードががっちり下がらずでカウンター来られると、ちょっと正直難しいでしょうね、相手にしたら。そうですかね。でも、まあ、まあ、ずっとできてね、研究もされてるだろうし、僕も進化していかないといけないと思うので、日々勉強します。でも相手もやっぱりその気持ちも強かったですね。なんかもう多分途中で吹っ切れたのが分かったので、田中君も判定どうこうっていう気
気持ちで戦ってこようとしてなかったので、まあ、逆に僕も熱くなりすぎずにここでよりボクシングのサービスつけようかなというふうには考えてました。これがキャリアですね、はい、そうですね。これで井岡選手9度目の大晦日の決戦ということになりましたが、はい、少し気持ちが早いんですが2021年、はい、どんな目標がありますか。まあ、この試合クリアできたので統一戦をしたいと思ってます。そしてまた、ね、今9回目なんで10回目も見えてきたので、はい、まあ、来年の大晦日も帰ってきたいなっていう気持ちはありますね。そうですか、はい、なかなか状況的に難しいかもしれませんけれども気持ちとしては海外に。そうですね、海外でこの階級すごい他団体にチャンピオン、海外で名の知れてるチャンピオンがいてるのでその選手たちと戦っていきたいなと思ってます。ジュニアさん、さらなるビッグマッチが期待できそうですよ。日本のボクシングファンでも有名なボク、ね、チャンピオンがこの階級いますから、それと井岡選手の試合はぜひ見たいですね。そうですね、井岡選手、ぜひファンの皆様に改めてメッセージをお願いしてもいいでしょうか。いや、もうリングの上で喋りすぎて喋ることないんですけどテレビの前の皆さん応援ありがとうございました。また2021年も頑張りますので応援よろしくお願いします。さあということで本当にお疲れのところ井岡選手に来ていただきました。ありがとうございました、はい、見事2度目の防衛を果たしました井岡一人チャンピオンでした。来年も活躍